秘蔵ムク&チョスンウ主演、ライフ、第1話の視聴率が 4.3% を記録、旬。超なスタート写真イコール JTBC 放送画面キャプチャー強烈なスタートを切った。23日、韓国でスタートした総合編成チャンネル JTBC の新月日ドラマ、ライフ、脚本、イスヨン、演出、ホン・ジョンチャン、イ・ムヒョヌクの第1話の視聴率が全国基準で 4.3%、首都圏基準で 5.2%、ニールセンコリア、有料世代基準を記録した。これは JTBC ドラマ史上最も高い初回の視聴率だ。病院長のイボフン、チョンホジンの衝撃的な死で幕を開けた、ライフは、巨大な変化の風に見舞われた三国大学病院の姿を繊細に描き、目が離せなくなる初回となった。そして俳優たちの演技も強烈だった。激しく揺れる感情を重く繊細に表現したイドンウク、強烈なエンディングを飾ったチョスンウ、二つの姿を自由自在に演じたイキュヒヨン、使命感の強い医者になって帰ってきたユジェミョン、鋭いカリスマ性を持つムンソリ、葛藤の重さを加えたチョンホジン、存在だけでも緊張感を漂わせるムンソン軍まで、名俳優たちの完璧な演技は完成度に棒点を打った。